はい、今シーズンから産業能力大学から加入しましたディフェンダーです、篠崎裕和です。よろしくお願いします。必ずやることが自分のスパイクを磨くことなんですけど、1週間練習でスパイク履いたスパイクを必ず奥の日には、紐をほどいて紐を別で洗ってスパイク磨いてっていうのをやるようにしてて、それは必ずやるっていうことで、あとは選手とご飯に行ったりっていうぐらいですかね。今はミズノのモレリアを履かせてもらってます。自分はそのモレリアを引き出したのが大学4年生の時なんですけど、モレリアって結構革のスパイクで、結構痛みやすいなっていう風に自分は感じるので、長く履くために、手入れをした方がいいなっていうのをモレリアを履くようになってからより感じるようになって、それで必ず磨くようにはしてるんですけど、実際にその先輩が沼津に加入してから結構沼津の試合をちょっと気にして見てたの でその中で佐藤選手と渡辺選手の活躍も見てたので、自分も同じ大学出身者として同じような活躍、それ以上の活躍をしなければいけないなっていうふうに思ってます。怪我してて、大学最後の時に怪我をしてしまって、正直プロっていうところを諦めかけてたところもあったんですけど、その時に本当に最後の最後で沼津に声かけていただいて、本当に拾ってもらったっていう感じなので、本当に感謝してますし、自分を取ってくれた以上はやっぱそこは結果で恩返ししなきゃいけないなっていうふうに思います。結構野菜好きで、ずっと小さい頃からそうなんですけど、お肉とかの、お肉は好きなんですけど、油とか、そういうの結構苦手で、どちらかというと結構さっぱりしたものが好きなので、野菜とか、そっち系の、さっぱりした系が好きです。でもちゃんと肉食べないと、サッカーとか運動するには必要だと思うんで、最低限しっかり食べていかないかなと思うんですけど。そうですね。一人暮らししてるんで、自炊であったり、外に食べに行くっていうところがあると思うんですけど、自分で自炊するときには、その作れる料理の種類もそんなないですし、そのおかず何品も作るっていうのも難しいので、だけど最低限、野菜と、お肉と、ご飯と、足りない分を、プロテインとかで補ったりとかっていう、自分なりにできるようなことはしてるんですけど、意外とそのあんまお金使いたくないっていうか、ちゃんと貯金とかしたいなっていうふうに考えるタイプなので、多分そこまで本当に欲しいものがあれば、買うんですけど、そこまで必要じゃないなって思ったら多分買わないんで、多分貯金に回したんじゃないかなと思います。今は本当にないんですよ。でも自分はスパイク好きで、スパイク買う、ワクワクするじゃないですか。サッカー選手だったらみんなそうと思うんですけど、新しいスパイク履くとすごいワクワクすると思うんですけど、結構、今は別に必要としてないですけど、欲しいものって言ったら、新しいスパイク買ったらまたウキウキするんだろうなっていう感じです。本当に鹿島のトップチームに上がりたくて、中学校もジュニアユースでアントラーズやらせてもらったんで、6年間お世話になったんですけど、アントラーズ、地元の茨城ってのもありますし、本当に日本一のチームだと思うので、すごいこの時は鹿島のトップチームに上がって、鹿島の選手としてプロサッカー選手になりたいなっていう思いがありましたね。をユースの時に、何度かトップチームの練習に参加させてもらってたので、その自分の実感的には、もうちょっと頑張ってればっていうか、もうちょっと自分が上手かったらもしかしたらいけたのかなみたいな
感じは思ってましたけど、でも実際、まあ、本当にレベルの高いチームでしたし、まあ、大学進学してからも思いましたけど、まあ、やっぱそこに行くためには、まあ、今の自分ではダメだなっていうふうに大学行ってからも実感することがあったんで、逆になんかその時に上がれなかったからこそ、あ、じゃあ大学4年間で、まあ、どうにか、じゃあプロになるため の、 その自分、今の自分に足りないところをしっかりこの4年間で補って、じゃあ4年後卒業した時に、鹿島にだけとはこだわらずに、プロサッカー選手に なりたいなっていうふうに考えになりました。まあ、一番最初は、本当なんかサインを書いた時に、まあ、今までそんな機会なかったんで、あ、なんか、プロになったなって感じましたし、あと沼津は、結構沼津の街に、その選手の旗みたいなのが、まあ、飾ってあって、それ、自分が車で運転してるときに、自分の旗を見つけたときに、まあ、なんか すごいなっていうか、なんか、違和感というか、まだ慣れない感じがあるんですけど、そんなこと普通だったらないと思うんで、まあ、これもなんか一つプロになったっていう一つの時間かなっていうふうに思いました。少なくて、そうですね、大学の時にサッカーのスタイルが結構パスサッカーだったんですけど、だから結構ビルドアップをすることが多くて、結構ロングボールを蹴るというよりかは本当にボールを大事にしてゴールを運んでいくっていうサッカーだったんで、結構その中で結構足元の技術のところは、まあ、このユースの時からに比べたら結構大学4年間でついた方だと思うんで、結構ビルドアップのところは、まあ、自分は自信持ってるところで、あとはカバーリングのところで、スピードが、まあ、そんなずば抜けてってわけじゃないと思うんですけど、自分の中で結構足速い方なんじゃないかなって思ってるんで、そういう結構ディフェンスする上で、まあ、カバーリングであったりとかっていうところは自分の持ち味なんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、その高校、まあ、鹿島アントラーズユースの時の監督に本当常日頃言われてたのが謙虚っていう言葉なんですけど、本当謙虚にいないとまあ、ダメだっていうのをずっと言われ続けてて、結構サッカーやってきた中で、まあ、自分がめちゃめちゃ調子良かったりとか、まあ、すごいこの試合でめっちゃ活躍したりとかっていう時に結構、まあ、鼻が伸びるじゃないですけど、まあ、自分上手いからみたいな、自分はここの中心だみたいな感じで結構小学校中学校とかそれでやってきて、もう身体能力だけで、まあ、高校ユースまで上がったんですけど、そのユースで上がった時に本当何もできなくて、そこで監督に本当鼻へし折られて、もう全然試合にも出れなかったし、力もない、自分力もないことに本当腹が立ったりとか、大変な時期で、サッカーやめたいなと思ったぐらいだったんですけど、ただその時に、まあ、その監督に謙虚っていうところですごい、まあ、伝えてもらって、まあ、どんな時でもちゃんと謙虚な気持ちは忘れちゃいけないんだっていうことをすごく言われたので、まあ、今の自分があるのはその謙虚でどんな時でも謙虚で続けるっていうことが大事っていうのが結構自分の中にあるので、その監督からの言葉っていうのがすごく大きかったなっていうふうに思ってます。ちょっと今シーズンも、まあ、だいぶ前から始まりましたけど、自分はまあ、ここ最近からサッカーをちゃんとしっかりできるようになってきて、まあ、チームにまだ力を与えられてないんで、まずここから自分が戦力になれるようにまずはしっかりコンディション上げていって試合に出場できるように頑張りたいですし、またチームとしてまだまだ長いシーズンなので、これからチーム全員で戦って、まあ、今年終わるとき最終的に、まあ、高い順位に、まあ、優勝っていうところに行ければいいなっていうふうに思います。
今シーズン加入して怪我からのスタートで、まあ、自分のプレーをまだファンサポーターの皆様には見せられてないですが、まあ、怪我も治りサッカーできる状態になったので、いち早く試合に出場して皆さんに僕のプレーを見てもらえるように一生懸命頑張ります。これからも応援よろしくお願いします。全力アップ。